この項目では、チェコの鉄道車両メーカーである、シュコダトランスポーテーションが、ドイツ鉄道へ向けて製造した2階建て客車列車について解説する。最高時速時速 200km に対応した、プッシュプル列車として開発されたが、技術的な問題をはじめとした様々な要因から、営業運転開始は、最初の車両の製造から4年が経過した2020年となった。 この項目では他国に導入される予定の同型車両についても解説する。ドイツ鉄道の子会社である DP レギオはニュールンベルクからインゴルシュタットを経由しミュンヘンへ向かう高速鉄道のニュルンベルク、インゴルシュタットミュンヘン高速線で地域間輸送を目的としたレギオナルエクスプレスのミュンヘンニュルンベルクエクスプレスを運行している。2013年8月 db レギュアこの列車で使用され老朽化が進んでいた1階建て客車に代わる新型車両としてチェコのシュコダトランスポーテーションとの間に電気機関車と共に6両編成を組む2階建て客車36両分の導入に関する契約を結んだ編成は電気機関車と連結する客車と中間に挟まれる四両の 客車、運転台が備わる制御車、計六両で構成されており、編成前後の客車は2階部分に1等座席が設置されている合わせ作り車である。座席はクロスシートで1等座席が12列、2等座席が22列のクロスシートを基本とする。これらに加えて制御車と中間客車の1階部分には自転車やベビーカーが、 設置可能なフリースペースが設けられており、未使用時は折りたたみ座席の展開が可能であるほか、制御車の1階部分には2人分の車椅子用座席や親子連れ用座席も設置されている。6両編成時の座席定員数は674人で、従来の1階建て客車を用いた列車と比べ20%多い。乗降扉は片開き式のプラグドアが用いられ、 車端の平屋部分よりも低い場所に設置することで、床上高さを 760mm に抑え、プラットフォームとの段差をなくしている。一方で制御者と中間客車については、扉から1階部分までスロープが存在しており、段差なく往来することが可能となっている。車体は欧州連合における鉄道規格に基づいて設計が行われているほか、 ニュルンベルク・インゴルシュタット・ミュンヘン高速線上で最高速度時速 300km のアイスとトンネルですれ違う場合に備えた強度が確保されている。営業最高速度は時速 189km だが時速 200km での運転にも対応する。最初の車両は2017年に完成し、102系電気機関車とともにチェコのベリム鉄道試験船や ニュルンベルク・インゴル・シュタット・ミュンヘン高速船で試運転が実施された。その後、2018年には欧州連合が定めた鉄道車両の技術使用 TSI の認証を取得し、2019年にはドイツ連邦鉄道局から部分的な運行の許可が下りたものの、ドイツ鉄道側は完全な形での承認を求めており、技術的な問題も指摘されたため、 営業運転は、愚かニュルンベルク・インゴルュタット・ミュンヘン高速線での主運転すら行われていない状態が長く続くこととなった。だが、その後は2020年7月以降主運転が再開され、同年11月からミュンヘン・トロイヒトリンゲン間で営業運転を開始した。高速線での本格的な営業運転は12月以降を予定しており、 旧型客車の置き換えが進行することになっている。2019年3月、チェコ鉄道は、シュコダトランスポーテーションとの間に、新型車両の導入に関する契約を交わした。そのうち15両の導入が決定した客車はドイツ、鉄道向けの車両を元にした3両編成の2階建て車両で、制御車を含めた、着席定員は1等2等合わせて356人を想定している。 ドイツ鉄道向け車両と比べて最高速度は時速 160km に抑えられているが両開き式の乗降扉の高さは 550mm に抑えられておりよりバリアフリーに対応した構造となっているまた車内には最大30台の自転車やベビーカー、スキー板が搭載可能なフリースペースが設置されるほか Wi-Fi にも対応するこれらの車両は オストラバ・フリードラントナとオストラビツィ・フレンシュタート、ポトラド・ホシチェム間の電化計画に基づくものであり、2021年からの納入開始を予定している。951計客車。ありがとうございます。